YouTube 佐藤崎チャンネルほぼ毎日更新中です野球好きのあなた野球の面白さ毎日語ってますぜひ見てくださいさあ金曜日というところですね、まあ最初にえ告知がありますあ今日ですね金曜日え佐々木智也千葉テレビでマリーンズナイター開設します というところで、えー、ロッテ対西武戦、えー、試合開始が、えー、18時、えー、からでございます先発がロッテ二木そして、えー、西武がニールというところで、えーまあ、ここまで西武対ロッテ対戦成績、えー、ロッテ6勝西武11勝というところでちょっとね西武の方が部がいいというところでマリーンズは今年ねちょっと西武にはねちょっとやられちゃってるかなっていうところはありますけども二木、まあ、がね対西武戦、えー、8先発というところもありますしニールが、えーまあ、ロッテ戦2試合投げて防御率6点という。 ところで、えー、若干打たれる、まあ、勝ち負けついてませんけどね、えー、そういったところで、えー、どういう試合展開になるのか、えー、ロッテは西武に対して対防御率4.28と、えー、若干打ち込まれて悪いとで西武は、えー、ロッテに対して防御率3.54と、えー、そこそこ投手陣が抑えてるというところでですねどういう試合展開になるのかふたきのね、まあ、前回同様素晴らしいピッチングになるのか、まあ、今日ねロッテは負けてしまいましたけども、まあ、西武は、ね、逆に原田がホームランを打って勢いづいたというところもありますし、えー、明日どういう展開になるのか。 なるのかっていうところでですね、えー、千葉テレビマリーンズナイター解説佐々木智也、えー、千葉テレビ視聴区域の皆さんは是非千葉テレビでロッテ対戦ご覧くださいあいうところで金曜日、えー、全試合チェックっていうところなんですけどもちょっと今週がですね里崎がちょっとめちゃくちゃ忙しくてですね試合を 見れてなないいいというととうころででダイジェスト版で今日はお送りしたいなとあとはですねちょっといろいろ取材も重ねてですねいろんな人に聞いたりとかなかなか現場には聞けなかったですけどいろんな人に聞いたりしながらちょっとタイガースのね、まあ、コロナ感染に基づいたちょっと話をね終盤したいと思いますので是非ご覧くださいちなみにですねこのタイトスケジュールをちょっとね紹介していくとですね、まあ、月曜日ですね朝の10時から2時まで YouTube の撮影を し、えー、しましてですね、えー、そして都内から千葉に移動して15時 AFM 入りの4時から7時まで生放送ラジオね「a f m t h e b a l i n e という番組3時間生放送、えー、キャンひとみさんとサずエがですね、えー、3時間生放送しているってもしね聞いたことない皆さんはですね、えー、ラジコ もしくはタイムフリーでぜひ聴いてもらいたいなとそれをですね4時から7時までやってですねそこから帰ってきてですね次の日朝6時からのテレビ朝日グッドモーニング出演するためにですね朝4時に起きるというねで5時に曲入りをしてですねそれをやってですね火曜日はですねそのまま今度またですね佐々木あの本を 出させてていただくことになりましてですねちょこちょこ告知も入れながらですねであの火曜日ですね本の打ち合わせに行きましてですねでそのままプロ野球ニュースに行くとで、まあ、生放送終了12時というところでプロ野球ニュースだからそこはですね6試合しっかり見ましたんで解説したいと思いますでそしてですね水曜日次の日朝5時起きでですね Twitter などでは告知しておりますけどもですね 千葉テレビでですねこの10月4日今週末だからあさって毎週,です、ね、毎週日曜日10時から10時半里崎智也の「ゴルフ直球勝負」というですねゴルフ番組レギュラーメインゴルフ番組っていうのが、ね、10月4日から千葉テレビでですね新番組で 放送されるとというところですねその収録にですね1時ぐらいに家に帰ってきて5時に起きてそのままゴルフの収録に行くというね今日木曜日それから帰ってきてですねもう眠たくてぐったりで寝てしまってですねで今日がですねもうネットニュースなんとには載ってるかも分かんないですけどもあのスカイエ a さんの方でですねドラフト前番組どのチームがどの選手を取るべきなのか取るのかっていうのをですね掛布さん牧原さん佐々木 えー、MC にですね広戸アナウンサーと、えー、竹山さんがですね加わってその、えー、番組収録のためですね、えー、朝一から大阪に行ってですね収録をして夜9時ぐらいに帰ってきてですねでまあ今になりますけどもでちなみにまだ明日がですね千葉テレビのですね ゴルフの収録ロケがあってでですすねままた明日5時起きでございますそれでゴルフ場に行ってそのゴルフのロケをした後にですね、えー、マリンに行ってですね千葉テレビの解説をするというですね、えー、超ハードスケジュールを、えー、佐々木が組んでしまいましてですねまあ別にあの好きで組んでるんで苦でも何でもないんですけどもさすがにこの状況で全試合見れないというところで皆さんすいません、えー、今日はですねちょっとダイジェスト版で、えー、お送りしたいと思いますので。 ぜひ見ないっていう選択肢はなしですね。見てください。さあということでですね、DNA とヤクルト。火曜日八対四で DNA、そして三、えー、対五でヤクルト、えー、そして今日ですね。 0対2でヤクルトヤクルトの2勝1敗で、えー、勝ち越しというところになりましたけども、まあ、なんて言ってもですね初戦、まあえー、の試合8対4ですね、プロ野球ニュース、えーまあ、プロ野球ニュースと一緒のことをかぶっちゃいますけど、まあ、これも僕が思ったことなんでね皆さんに解説していきたいと思いますけどもです、ねまあ、やっぱりです、ね、ちょあの坂本選手、ね、ピッチャーの d n a 先発坂本選手は、ねまあ、あ右にはかなり相性いいんですけど左にねちょっと相性が悪いというところで、まあ、勝ち投手になりましたけども、まあ、左に対してですねアウトコースにチェンジアップ使った とかですね、インコースにチェンジアップ使ったりですねそういう風にチェンジアップをね使うとさらに幅が広がるんじゃないのかなと右にはね本当に素晴らしいチェンジアップがあって、えー、打ち取れてるっていうね多分本人もんで左バッターになるとねアウトコースのストレートスライダー中心になって若干左バッターに狙われやすいっていうところがあるんでそのストレートとねチェンジアップの組み合わせでスライダーも使いながらっていうね左投手にちょっと配球をね変えていくと対左がねもうちょっと安定するかなっていうところもあるんでまあ,あのロッテでいうとね成瀬とか古谷、えー、とか、えー、川崎とか 左パッチャーいましたけども、やっぱり左にもねチェンジアップ使うことによって幅が広がったっていうところもあるんでそういったところはね今後練習して課題が必要かなと思いますしあと d n a ではね梶谷が、まあ、火曜日にね41本球団タイ記録1ヶ月のヒットっていうところでねパチョレック佐伯さんに並んだっていうところですけども、えー、次の日の30日に明確、球団記録を更新というところでガッツ 素晴らしい梶谷選手ねそういったところでしっかりね勝ちきったっていうところになりますけども昨日はねヤクルト石川選手今季初勝利というところでですね19年連続先発勝利ね2002年12勝から始まって今年1勝と、まあ、最近はね2桁勝利ないですけども40歳白星はヤクルト生え抜き初。 えー、大卒でっていうところでね石川の職業ピッチングまあ今年はねいいピッチングしててもちょっとね打線とのかみ合わせが悪くてね勝ち星がつかなかったっていうところもありますけども、えーね、そんなこうね 大きくもなない体でですすねね巧みな技術を駆使してです、ねまあ、ここまで頑張ってきたっていうね石川投手に敬意を払いながら素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうかね。で今日の試合0対2でヤクルトということで最打ち7回無失点ぐーっとちょっとだけニュースで見ましたフォークがね振り落ちてましたねいい形で投げてこれでですね香川の独立、えー、リ,リーグアイランドリーグのね 関係者の人も喜んでるだろうし、まあ、こういうことはねいい方向に行けばこれからさらにね独立リーグからっていうところでね、えー、選手が元プロの選手がね返り咲くっていうルートも、えー、できる可能性も出てくるのでねそういった意味でも今日のね最終投手佐々木チャンネルも見てくれてるというところですけども素晴らしいピッチングこれからね、まあ、シーズン残り少ないですけども、えー、2勝目3勝目目指してですね頑張ってもらいたいなと思いますね。 さあ続いて阪神、えー、対中日、えー、火曜日7対3で阪神昨日う、えー、0対9で中日そして今日2対0で阪神というところで大野投手、グアペッチ、まあ、素晴らしいピッチングだったかなと思いますねまた関東というところで、まあ、FA に向けてっていうのはあるかどうか分かりませんけども本当にね素晴らしいピッチング、えー、だったなと思いますし火曜日かな火曜日もそうですし今日も え藤波選手がねリリーフできて、まあ、初ホールドを火曜日に上げてんで今日もね160キロを連発して素晴らしいピッチングっていうところで考えるとひょっとしたらもう中継ぎ適正の方があるのかもしれないっていうね、まあ、これからまあ本人もね生き生きとして、えー、プレーしてますし、えー、投球してますしですね、まあ、来季に向けてもそうですけどもこの中継ぎというところでね自分の居場所を確保するためには、まあ、先発こだわりあるのかなと思いますけどもなんか最近のピッチング見てるとねもうあの来季も。 長継ぎでいいんじゃないのかなっていうね。 ところもありますし、まあここまでよかったらね逆に先発にするっていうのもどうかっていうところもありますしねまあもちろんね今季も中継ぎでいって、まあ、失敗することもねもちろんあるかもわからないですけどもこの中継ぎっていうところでね勝機を見出して来季以降ね、えー、起用しても面白いんじゃないのかなっていうねピッチングそして結果にね、えー、見えましたね続いて、えー、広島対巨人広島対巨人がね1対6で、えー、巨人、えー、そして4対1で広島そして3対5でね巨人というところで巨人のね2勝1敗の勝ち越しになりました。 けども火曜日の試合ね、ね、えー、菅野が投げましたけども巨人はね天の取り方がうまいなっていうのをね試合見てて思いましたし、あのウィーラーの守備、ゴッドあの満塁でのファーストね素晴らしいプレーで、まあ、プロ野球ニュースでもねあのプレーオブ・ザ・デイに選ばれましたけどあれファースト・オン・デ・ホームダブルプレー、あれもしねひょっとしたら抜けてたらねあのミヒアの打球、ね、抜けてたらひょっとしたら勢いに乗って同点っていうのもね。 まあ考えられなくもなかったっていうところではあのウィーラーのねファーストへのダイビングからのプレーっていうのは本当にまあひょっとしたらね今年一のベストプレーなんじゃないのかっていうぐらいのね衝撃的なプレーだったと 思いますし、あとね、ちょっと広島がね、運ないかなっていうところはね、まあ、菊池選手がね、まあ、あの岡本選手のエラーでね、出塁して、坂倉選手が右中間ね打つんですけどもこれがねこうフ,ェンスフェンスに当たってスタンド入るっていうね、エンタイトルツーベースになってしまってですねで、菊池選手がホームに帰ってこれなくてでそこからね菅野が折、ね、りの形相で抑えるっていうところで得点できなかったエンタイトルツーベースにならなかったら1点入ってたと思うんですよね。 ちょっと運がなかったかなっていうところもありますし、まあそこをねこの,あの菅野投手のピッチングあの素晴らしかったかなとちょっとね眉間にしわ寄せながら鬼の形相でですね、えー、まあ岡本がねエラーをして出塁してでノーアウト2、三塁ってなったところでもう絶対に点やらないとね逆で抑えて0点にしのぐっていうねであのまあ映像でも残ってましたけどもあの岡本選手がね菅野に声をかける時にですね、えー、ちょっと,ぶっと した顔を見せといてからの笑顔で頭をポンってはたくっていうね。なんからまあお茶目なところもあるなっていうところもありますけれども。もうこれぞザエースっていうね。まあ前回のね、あの同点に。 あのデラロサが追いつかれての,その振る舞いっていうのもそうですけども、なんかこのね、味方がエラーしても、それを0点に抑えて、エラーのせいにしないっていうね、この岡本のエラーを救うっていうね、の鬼の形相からのを0点に抑えるっていうピッチング、その後のね、ベンチ前でのこのね、コミュニケーション、対応っていうのも、まさにザ・エースね、2週間続けて、ちょっと菅野投手の対応にね、惚れたって言ってもいいぐらいのね、素晴らしい対応、そして気迫、ピッチングだったんじゃないのかなと。 え思います、ねまあさあ続いて、えー、日本ハム対ロッテ、えー、3対4で、えー、ロッテそして1対2でロッテなんで今日が3対2で日本ハムっていうところでねまあロッテの2勝1敗で勝ち越しそしてですねソフトバンク楽天戦がですね、えー、火曜日2対6でソフトバンクそして水曜日、えー、9対3で楽天そして今日1対4でねソフトバンクというところでまあお互いがねロッテとソフトバンク2勝1敗ずつというところでゲーム差がね1ゲーム差のままでっていうところでしてであと楽天はねこのソフトバンクに負け越して若干もうね 厳しいかなと6.25.5ゲーム差かなまあ首の皮1枚あるかなっていうところですけども残り試合考えるとねもうちょっと若干厳しいかなっていうところはありましたけども、まあ、かよあの水曜日の試合でね和栗投手が3球団で10勝。 このままあ、ね勝っていけばタイトルっていうところもありますし、まあ、素晴らしいね活躍をしてるなっていうところもありますけどね楽天としてはこのソフトバンクにね負け越した、まあ、でも先週のねあの西武戦に3連敗してしまったっていうところはね本当に痛かったかなっていうところもありますし、まあ、ロッテはねここに来てまあ和田の足を使いながらね火曜日もね相手のミスをついて速攻でパンパンパーンとね点を取っていくっていうところもありましたけども、まあ、若干 気になったのがですね、まあ最後ですね、マーティンに、ね、ホームランを打たれたっていう、あの1点がね、非常にね、大きかったっていうところもありますし、まあ僕はあの番組上でも、えー、そうですけども、秋吉をね、登板させてで、その秋吉はですね、26日もね、オリックス戦、T 岡田にね、一発を打たれてるっていうところで,で、すね、角中、マーティン、安田と続くっていうことを考えたら、まあベンチに宮西もいましたよねしね、久門、えー、もいましたかね、多分堀がその前に投げてたんで、もういましたけども。まあ 負けてるゲームっていうのもありますけど、まあ、首の皮1枚のクライマックスまでのワンチャン考えたらもう日日本はんですよねもう一戦必勝でどんな試合でも勝ちに行くっていう体制を取らなきゃいけない中であそこを出し惜しみするっていうのはまあもったいなかったかなと。 最終回ね猛攻撃で、まあ、1点を取るもののねそのやっぱりそのマーティンのホームランっていうところがね届かなかったっていうところも考えると、まあ、結果論ではありますけども、まあ、秋吉ではなく、まあ、左ピッチャーを、ね、投入してなんとか抑えてればひょっとしたら同点延長、まあ、勝てなくても引き分けっていうところもね考えられた試合展開だったときにちょっと投手の、ね、起用っていうところがんっていうところはね、えー、佐々木思いましたけどね。あとまああの先ほどど、ね、もう終わりましたけどあの楽天対ソフトバンク戦で言えば火曜日の 試合ね、まあ千賀に対して楽天がですね高めのストレートも振る低めのフォークも振るっていうね高めとフォーク低めをね両方振るともう千賀のもう十中にはまっていくっていうところでねまあ逆にロッテの千賀対策で言えばやっぱどっちか振らないっていうところでね球が高くなってきてそこをしとめるっていうところもあるんでやっぱ千賀に対してはもうこの選球眼っていうところがね非常に大事になってくるところで、まあ、楽天としてはねちょっとあのチームオーダーもちょっと分からないかなっていうところで、まあ、高めも低めも振ってしまったっていうところがねまあ敗因でもある かなというこ本もね、まあ、菊あの鈴木大地のエラーっていうのも非常に痛かったですけど、まあ、栗原にね、まあ、ホームランを打たれるあのインコース高めぐらいをねホームランを打たれるっていうところでちょっとストレート切れないのかなとあのちょ昔に比べたらまあねその故障とか手術の原因 まあ要因とかいろんな原因あってですねホームの改造とかもあると思うんですけどもちょっと躍動感が昔に比べるとないのかなとそういうシートチェンジしてんのかなっていうのもあるんでねまあ何とも言い難いですけどもちょっと躍動感がねちょっと足りないのかなっていうふうな印象を受けましたねえそしてオリックス対西武というところで火曜日は3対0でねオリックスそして5対0でオリックスそして今日が6対7で西武とねまあ西武は3連敗を免れたってオリックスが絶好調というところでえ今回も合わせてから前までかな5カード連続勝ち越しが17 七7年ぶりというところで非常に <laughs> 勝ち方してるなというところもありますし火曜日の試合ではね山本由伸と高橋コーナーの投げ合いというところもありましたけどまあ高橋コーナーもね負けましたけど非常にいいピッチングしてたなというところもありますしまあ山本はねちょっとあのピッチングなかなか打てないねもうどの球種もどこにもねしっかり投げてくるというところでなかなか難しかったかなとあとね伏見のバッティングというところでもまあオリックスはね前半は若槻がねバッティングで貢献して出てまあ最近はね伏見が中心的にマスクぐかぶってますけどまあこれを見てもね分かるでしょう。皆さん 結局キャャッチャーはってなんぼです、ね、それが一番起用法に、えー、近づくっていうかね、えー、起用されるチャンスが増えるっていうところはね、えー、分かってきたかなっていうところもありますね。まあ、ということで、えー、ちょっとですね里崎、えー、のスケジュールの都合とやっぱなかなか見切れないっていうところでですね、えー、さらっとダイジェスト版で今回お送りしました。だからキュッとね 時間は短くなっておりますけどもちょっとあの金土日もですね若干ハードスケジュールなんですけどもどこでね見れるか、えー、頑張ってやりたいと思いますのであのシーズンも終盤になってきましたからね佐渡先もしっかり終盤に向けて頑張っていきたいなっていうところもありますしですね今ですね、まあ、ドラフト企画をもちろんやりますから、えー、そういった面でもですね、えー、資料作成中ですので是非楽しみにしてほしいと思います。さああ続いてはですね、えー、ちょっと、あのー まあ阪神タイガースのコロナ感染問題についてですね、まあ、佐々木が持論を語っていきたいなと思いますけれども、えー、そんな長くならないのでねぜひ聞いてもらいたいなと思います、えー、ま,あまず一番はですね、まあ、長谷川選手の時と同じようにで,ですね、まあ、コロナに感染した選手そしてスタッフの皆さんがですね、まあ、早期に回復できることを一番願っていますしですね、まあ、元気な姿でねまた甲子園、えー、そしてチームのサポートっていうところをねできるようになってくれることを祈りますし今、えー 今はね、えー、非常に大変な時期だと思いますけども、えー、頑張ってもらいたいなと、えー、思いますまあ、その中でですねまあ、いつもね札幌はもういつも言ってますけどもコロナにねこの感染するのはもう正直仕方ないもう明日にでもねもし僕が感染する、えー、可能性もありますしもう今ね隣に合わせっていうところもありますからもう感染するのは仕方ないとプロ野球界でもそうだとでその中でやっぱプロ野球界やっぱりプロ野球を120試合そして日本シリーズまでしっかり完走する J リーグをねしっかり しっかり完走するこのサッカーと野球という2台柱がですねシーズンを全うすることによって来年のオリンピックに向けて いいい橋渡しができるってまあこういうふうにねそのチーム内で複数人の選手が感染してしまったっていうところはねちょっと残念な気持ちにもなりますしですねまあでもその中ね NPB としてもシーズンを続行していっているっていう形ではね、まあ、いろんな対応をしながら進んでいっていることはまあいいことなんじゃないのかなとは思いますけどですね。 それは PCR 検査が100%万全だとは思いませんけれどもやはり今の手段としてはやっぱそこしかないんじゃないのかなって思ったところで,ですね、えー、佐々木はもう前からね何回も言ってますけどやっぱり1ヶ月に1回では少ないんじゃないのかなとできれば1週間に1回少なくても2週間に1回はすることによって。 感染することは仕方ないでも感染者を増やさないこと、えー、チーム内感染クラスターを出さないことっていうところが、まあ、一番大事なからもうちょっとやった方がいいんじゃないのかなっていうところは、ね、常々言ってきましたけども、まあ、そう考えると、まあ、今回のことを見るとやっぱりそういう対策を取った方が良、まあ、かったんじゃないのかなというふうにはね、まあ、つくづく思いますしまあ今回の件でもですねいろんな情報も出たりですね、まあ、僕も取材しながらいるので人に聞いたり確認したりするところにもよるとですね その外出をねできる日をチームとして設定してたとその名古屋ですかねところでその日は外出していい時だったとでまあその福留選手糸原選手もね含めた小林選手がね阪神に来たというところでその激励会も含めて8人ぐらいですかねで激励会をしたというところでコロナ感染をねしてしまったっていうところにも まあなりますけども、まあここでですね、これはもう僕の想像ですけどもですね。これ勝手にキャプテンである糸原、で最年長である福留選手はですね。勝手にそのルールをね、4人までっていう、で二時間っていうね、阪神タイガースのルールを破っていくかっていうね。ちょっと疑問があります。もし自分の立場だったならば、球団もしくはマネージャー、もしくは監督、球団のその管理の人とかですね。一言入れたんじゃないのかなと、小林選手のこうね。 激励会をすると、えー、お店も貸し切って部屋も貸し切ると第三者部外者っていうのはお店の人以外会うことはないとでその中でちょっと8人になってしまうと、えー、でもよろしいですかって聞いたんじゃないのかなっていうねこれなんかまあこれは僕の憶測ですけど聞かないでまあ 地元大阪でってなるとバレない可能性はありますけども遠征先でっていうことを考えると8人っていう大人数で移動してそれがホテルから出ていくわけですねまあもちろん個別に出ていったかも分かんないですけどもチーム内でバレると思うんですよね後々絶対バレるような可能性があることをキャプテンもしくは最年長者がいる会で黙ってやるかっていうと多分それちょっと考えづらいんですよね僕ももそうですけどもし同じ立場だったら マネージャーもしくは球団の管理代表その遠征に帯同している一番偉い人もしくは監督もしくはコーチに誰かには一言入れるんじゃないのかなという疑問があります勝手にするかなっていうねこの状況の中 でそんなバカな選手じゃないと思うんで糸原選手も福留選手もねそれをその前に一回確認して行くんじゃないの行ったんじゃないのってまあこれはね事実かどうか分からないんで僕の憶測で喋ってますけども普通、まあ、僕も元プロ野球選手その、ね、団体行動をしていく各地遠征で回っていくっていう時に考えた時に、まあ、門限とかねそういうのは破る、ね、破ったこともありますし破ってましたけどもコロナ禍の中でそういう一回の外出外食してもいいですよっていうチームからルールが が来た時にそういうちょっと大所帯になってしまうっていうことは確認したんじゃないのかなっていうね、まあ、疑問がありますけどももし仮にこれが確認してるんであれば。 球団サイドもですねこういう確認が来て OK 出したと、えー、だから選手たちには非はないと、えー、球団の対応に問題あったっていうねコメントが出てもおかしくないのかなって思いますけど、まあ、これちょっと待ってたのはそういうのがあるのかなと思って待ってたんですけどいまあ、未だにねそういうコメントは出ないっていうところでもし仮にですね、えー、本当に黙ってルールを犯してそういう食事会をしてもしこういう感染っていうところをね出してしまったっていうのであれば開幕前のね藤波選手 の時ももそうですけどもペナルティがが、ね、あったというところを考えると今回はペナルティがないというのはです、ね、ちょっと若干不公平感もありますし、まあ、チーム運営としてはやっぱりその同じような対応を取っていかないとルールも合ってないようなものになってしまいますしそういった、まあ、ある意味その、まあ、シーズンを過ごしていくというその試合の中でのペナルティではなくてです、ね、それに準ずるような違う形のペナルティーがです、ねまあ、あってもいいんじゃないのかなと。 やっぱりチームを運営していく組織として、えー、規律を持つっていうところではそういったところもねまあその最年長者だったりキャプテンだったりが犯したっていうところになるとそういうのは個人的には、えー、ペナルティーはね、えー、あってしかるべきかなと思いますけどもやっぱ個人的に考えるとやはり一歩入れたんじゃないのかなと、まあ、皆さんはねどう思うか分かりませんけども個人的に僕はプロ野球選手だったっていうことを考えたりいろいろ考えるとやっぱりそういう行動を取ってたんじゃないのかなっていうふうにね え思うところはありますけども、えー、ちょっとねこ,うこの「さつまき、あ、チャンネル」で。 扱いたいとは思いましたけどもなかなか出さなかったのはそういったところも含めて何か新しい情報僕がこの想像している情報思い当たる節がある情報が出てくるのか出てこないのかっていうところをね、まあ、待ってたっていうところもありますけども、まあ、そこら辺はどうなのかなっていうところもありますけども、まあ、一番はですね、まあ、濃厚接触者じゃないですけども、まあ、チームがね独自でそれに準ずる形で今休養している選手がね再発っていうかねその発症しないっていうところ、まあ、感染してないっていうところもね、えー、大事ですし感染した 選手たちがですね、えー、しっかり元気になってまた甲子園でね、えー、素晴らしい活躍をしてくれるっていうところをね早く見たいっていうね回復を、まあ、願うっていうところが一番ですけども、えー、そういった意味も込めて、まあ、この件に関してですね佐々木が思うことっていうところをですね、まあ、動画で撮らせていただきましたというところで、まあ、今回はですね、まあ、千葉テレビの告知、えー、そして、えー、総チェックダイジェスト版そして今回のコロナ問題についてっていうところを語ってきました千葉テレビ視聴区域き皆さん必ず見てくださいね 明日からまた頑張っていきましょう。じゃあ。